後ろの方のお友達も見えますか？ね、あ、はい。ダーネタのスカラです。今日大忙しやね。ね、3回目になりますが、はい、ありがとうございます。もうね、3回目全部参加してくれるお友達もいるみたいですよ。ね、さっき撮影会でなんかテント流れてなかったで、今日あんまり泣かないお友達多かったんですけど、テント見てわーってちょっとショックやったな、あれ大丈夫ですよ、ね、3度目の正直ありますので、この後お願いしますじゃあ改めて紹介しましょう。まずはテッド君ね。京都駅ビルを駆け回る好奇心旺盛な男の子です。駅ビルの魅力を世界に発信するために英語を勉強中。もうめっちゃペラペラだそうですさっき聞いたら5個の英単語を覚えたそうなのね。はい、もう勉強頑張ってくださいね。将来の夢は京都駅ビルを世界遺産にしたいということと、大階段駆け上がり大会で20秒でゴールすることだそうです。え、これってトップの秒数って何分ぐらいになるんですかね。20秒以下めっちゃ早いね、多分皆さんね。はい、ちなみに現在のタイムは30分だそうなので、皆さん応援してあげてくださいね。早く走れって言ってあげてくださいねはい、続いてはスカウラちゃん。お待たせしました。可愛いバッグも持っていい感じですね。京都駅ビルのアイドルになることを夢見るおてんばな女の子。もうアイドルでしょこれ。皆さん大きな拍手を。あ、アイドルやって夢叶っております歌とダンスが得意で甘いものも大好きです。彼女の夢、京都駅ビルが観光スポットランキング1位になることです。もうまさに今日がそんな感じでしょうかね。え、多くの方にご来場いただいてます。で、歴女にも憧れているそうなんで、歴史のお勉強も頑張ってくださいはい、ということでテッド&スカーラちゃん、まずはご紹介しました。ありがとうございます。はい、じゃあちょこっと後ろの方に、さあ続いてご紹介するのは京都うずまさ映画村のカチンタくんです。どうぞ。あ、いい感じ。お、なんかこうさすらいな感じがかっこいいですね。はい、カチンタくん、こんにちは。あ、ありがとうございます。1980年昭和55年に映画村誕生5周年を記念して誕生した2代目のマスコットキャラクターになります。はい、まあ、この格好も素敵でしょう。またたび姿をしたカラスで、名前はカチンコから取られているということですね。で、何かちょっと間違いを見つけるとすぐにカチンとくる熱血感になりますあ、え、カチンと来たら刀出すのちょっと怖いね。みんな今日怒らんさんように楽しんでくださいなるほど、ちゃんと刀持ってるもんね。はい、ということでカチンタくんご紹介しました。ありがとうございます。いいね、かっこいいね。さあ続いてご紹介するのは京都市交通局のきょうちゃんとみやこくんです。お願いします。さあ今日ずっとご機嫌なんよね、二人ね。よいしょよいしょ。あ、だんだん登るの早なってる気する慣れてきたね。はい、バッチリ来ました来ました早い早い。さあ元気いっぱい登場してくれました、きょうちゃんとみやこくん。まずはきょうちゃんのご紹介です。市バスのマスコットキャラクターきょうちゃん、モチーフはもちろん市バスなんですが、頭には京都市の花の一つである椿を使って、かわいいね、めっちゃかわいいね、椿をつけて、はい、あ、手振ってくれてありがとうございます。はい、そしてそのお隣、みやこくんのご紹介。地下鉄のマスコットキャラクターみやこくんです。モグラをモチーフに地下鉄の電車と運転士に見立ててデザインされました。
この帽子もいい感じですね、かっこいいね。はい、で、きょうちゃんとみやこくんは平成9年、今から26年前の8月に地下鉄東西線開業を記念して、皆さんに市バス、地下鉄、こちらをもっと親しんでもらえるようにという思いを込めて誕生しました。ねえ、みんないっぱい使ってるよ、地下鉄も市バスもね。今日は地下鉄、市バスで来たというお友達います？あ、いたいたいた、一番前にいた喜んでるでありがとうございます。で、これからももっともっと使ってあげてくださいね。はい、ちなみに今日の皆さんがいる京都駅ビルも同じ年の9月11日に開業したということで、ほぼほぼ同い年ということになりますね。あ、手振ってくれてありがとうございます。さあ、ということで、きょうちゃんとみやこくんのご紹介でした。ありがとうございます。かわいいかわいい、カラフルですね、いい感じイコちゃん、よいしょ。さあ、このスマートイコちゃん、先ほどの鈴川さんのクイズでもね、カモノハシのイコちゃんのくちばしの色はっていうのありましたね。ちなみにさっきのクイズ参加してくれてたお友達はいますか？あ、いない。あ、知らない。ね、さっきのクイズは茶色である丸かバスかやったんですけど、黄色ですね、めちゃくちゃ鮮やかな黄色ですね。ね、イコちゃんクイズ出てきたよね、さっき聞いてたな、予防会言うとってんけどな休憩中でしたっけはい、さあ、ということで、イコカは11月1日に20周年迎えます。おめでとう。すごいね、もう20年になるんですか。私もいつもお世話になっておりますさあ、これまでの20年間のご利用の感謝とともに、ますますのご愛顧をお願いする気持ちと、さらにより良いサービスを提供し続ける意思を込めまして、イコカ誕生20周年を記念したさまざまな企画をご用意するということですね。え、皆さんぜひホームページなどもチェックしてみてください。さあ、ということで、20周年を迎えたイコカとスマートイコちゃんのご紹介でした。ありがとう。さあイコちゃん結構大きいでしょね。よいしょ、はい、入りました、スペース大丈夫。はい、行けました行けました。さあ、一生